サッカーファンの皆さん、こんにちは。実況は私、西岡明彦。解説は福西崇史さんです。今日の試合、福西さんも楽しみにされてましたよね。ええ、このカードは楽しみな一戦ですね。今日はよろしくお願いします。本日は湘南ベルマーレと名古屋グランパスの対戦です。グランパスが初優勝を決めた時がベルマーレのホームでしたね。あの時は素晴らしい雰囲気でした。こちらがホームチームの先発メンバーです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。アウェーチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。攻撃的な 3-4-3 ですね。攻撃力が高いシステムですので爆発力はありますよ。名古屋のキックオフで試合が始まります。どんな試合になるんでしょうか。米本拓司、長谷川アリア・ジャスール、中の選手にクロスを入れた。これは惜しくも入りません。絶好のチャンスでした。流し込めばよかったと思いますが、どうしたんでしょうか。米本拓司、サイドのスペースが広く空いています。マークを外せない。体に当たった。相手がボールを奪い攻撃を止めました。相手に渡ります。狙ってきたぞ。コーナーのディフェンスです。どのように守るのでしょうか。中に入れた。丸山雄一がっちりキャッチします。岡本拓也、菊池俊介、絶好のチャンス。シュートを打った。湘南がコーナーキックを獲得。ボールを入れました。キーパーがコーナーをパンチング。ひとまず前に出しました。長谷川アリア・ジャスール、ここは縦をつくでしょうか。宮原和也、じっくりと出しどころを探します。副審の旗が上がりました。オフサイド。竹富康介、このパスはカットされました。
泉裕二、長谷川アリア・ジャスール、米本拓司、宮原和也、クロスを上げたい、いいクロスだ、大きく蹴り出されます。中にスペースがあります。宮原和也、中央へ入る前にカットされました。岡本拓也、菊池俊介、竹富康介、見事なスルーパス。サイドから勝負に行くか。ファーポストにクロスが上がった。いいボールでしたが、ここはクリア、ボールがフリーになりました。これはカウンターのチャンスです。パスコースにはディフェンスがいます。中央にクロス、ここで網にかかる。竹富康介、真ん中にクロスを上げた。ここはしっかりクリアされました。二人で行く。ここは押し出します。前半終了して0対0。名古屋のキックオフで試合が始まります。後半のキックオフ、今度はベルマーレボールです。竹富康介、いい形でゴール前まで持ってきました。少し早計でした。攻撃は阻止され、相手にボールを奪われています。泉龍二、ボールをサイドへ振りました。この選手ですが、前半はまずまずのパフォーマンスだったでしょうか。見せ場らしい見せ場はありませんでした。おとなしすぎですよ。後半はもう少しアグレッシブにいかないと、相手ディフェンスに楽をさせてしまいます。流れを変えるべくピッチに選手が投入されます。米本拓司、ボールを回して味方の上がりを待ちます。決まるか。秋元がしっかり止めました。秋野博樹、プレイでボールを持ちました。何をするんでしょうか。サイドのスペースを使います。クロスがディフェンダーに当たりました。前方に運びました。折り返せるか。深い位置でのスローインになります。サブの選手がピッチに向かいます。エドアルド・ネット、クロスを出せるか。シュートは入るか。コーナーキックのピンチです。セットプレーでの失点は避けたいと思いますが、
守りきれるでしょうか。ショートコーナーです。中谷慎之助狙ってきたぞ。1点リードにできるか。ここはしっかり決めてきました。リードしたとはいえ1点差です。試合を優位に進めるためにこの後も守りに回らないようにしたいですね。綺麗に決まりました。完璧なタイミングのボレーでした。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。先制点は後半に生まれました。サイドチェンジです。フレイレ、このロブパスは直接キーパーに渡りました。気は抜けない展開です。選手が交代します。疲労を考慮しての交代ということでしょうか。竹富康介、まだボールは生きています。中央へのボールはクリアされました。まだまだ安心できません。スローインです。スローインはもう一回。エドゥアルド・ネット、これはいけません。あっさりとパスカット。これはサイドを上がれそうです。ファーにクロスが入った。来た、ついに追いついた。同点です。苦しいかと思われた湘南ですが、最後に鮮やかな同点ゴール。ベルマーレは驚異的な粘りを見せてくれました。別の角度からご覧ください。赤崎周平、宮原和也、パスが通ります。ゲームを作るパスが光ります。米本拓司、エドゥアルド・ネット、ボールがこぼれた。どちらが取るでしょうか。カットしました。ここはどうするでしょうか。今日の試合、ここのホットラインからことごとくチャンスを作っています。パス、さらにパス、ショートパスをつなぎ相手ゴールへの道を探っています。前後半90分を戦い終えましたが勝敗がつきませんでした。